何聞いてるの。石神くんは人間としてだらしない。別にこれそんなに重くないじゃないですか。腕相撲しませんか。せーの。他のインテリ系青春ガールだと思ってるでしょ。まずは代々木公園でランニング。寝る前の30分筋トレを欠かさない。だったら開催しましょう腕相撲トーナメント。白黒はっきりつけます。これつけましょうか。会長の手を持つ位置です。やると思った。そこまでして簡単にをするようにする。このままじゃ腕が使いぶ。やったー筋肉姫と。はーい。今歌いたい気分じゃない。かぐやさんのカラオケ。ナマコのない。あ、かぐ噂だと知りませんか。合コンゲームします。いいですか。嘘はなし。ぶっちゃけ今恋してる人はイエス。してない人はノーで出してください。ところでいらないなんて誰も思っていている人は。そうなったらおしまいです。お仕方ない。名古屋さんちでお泊まり会しましょう。スーパー執事あるんですか。そうえ最近男子たちがやイエーイ。最近の生徒会は恋は私の嗅覚はごまかせません。え、会長が朝香くんと。どうしたの。兄を止めて。何を伝えたいか。それがだ。それよりも会長の胸にある素敵なもの早速聞かせてみてくださいよ会長。バネとは聞いてない。謝れ。音楽と全ての表現者たちに謝る。忘れっぷりとリズム感のなさですよ。取れるようになったはずでしょ。それにドーラムしてリズムも取れるようになった。のことを知らないんだな。正直私ちゃんとできますからやってみせますよ。ああ私立周知院毎日通うルール。ラップも同じなんですね。超ポンコツ無能イエー。お前を埋葬もんで絶対我慢の限界偽り。いい感じです。このラップならきっとか。早速お相手の人に連絡。待ってください。会長歌に半坂君への思いを込めて届け。私は知りたい。男同士の行為応援するべき止めるべき。悩みドキ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 。藤原さんは何を言ってるの、総理大臣です。ああ、私も去年行きました。かぐやさん可愛いから絶対行か。藤原ギター弾ける。いや、私が始めたんじゃないです。おやす。どこにあったやつですか。そりゃ放っても置けま。飾りが足りてないクラスに配ってるんです。やっぱり方針祭のキーアイテムはハートですから。大変ですよ。後頭部のせい。ケイから話は聞いてけど、まずバレーボールが苦手で。違うの。そういうことじゃ。違うじゃないですか。いつもなら、ってなっていくわ。これは私に対する挑戦以外の何者でもありません。突然ですがここでクイズ。不正解です。楽しいことを精一杯やる心。ぽよはいつだって探偵に見つけられたがっているんです。日暮れ時刻ほんの少し回しただけです。無事に小指を使い毒をかけスキュタレ。